やべえかやべえか、あうわ沈んだ沈んだよ、これは終わった。まあちょっとな、さすがに長すぎたなあいつは。もうガレージがあると思って気が大きくなっちゃって突っ込んでったからね。あんなもん小札子出発だったら絶対あそこ行かないよね。ここも行けんのかな。いや普通にダメかもしれん。マジで？いやもう正直これだったらやり直した方がいい気がするな。近いし、ここ意外と渡れないんだな。もうちょい横だったらいけたかもな。わ、やり直せばいいんじゃないのかい。ちょろいもんだな、ガレージがあるってのは素晴らしいな。まあガレージ出発で南側に行くこともこれから何回もあるだろうからね、行きやすいルートを今のうちに確定しとくっていうのは大事な作業だと思うよ。だからまあ回収何回もしながらルートを模索しようじゃないか。意外とこの辺広いんだな。この辺かな、ここだと細そうじゃない。あ、意外とまあなんとかいけるか。さあ来ましたよ。はいはい、このカーブね、やっぱりこのぐらいの長さのトラックだったら全然いけるんだよな。おっとっとっと、それにしてはさすがにちょっと長すぎたよね。さてこれ持ち上げられるかな。問題はそこなんだが、これね、いやー長さが足んねえか。わかったわかった、うわー、いやー結構ダメージ食らった。こっち側から引きずり出すか。どっか、あーちょっと届かねえか。
しよし、これだったらいけるな。こうつなげます。で、持って、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。ちょ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 、水の中だって軽くなったりしないのかな。オッケー、うわ、クレーンが回った。いいっすよ、はいはい、オッケー、荷物を固定、クレーン戻す、オッケー、よーし、あとは慎重に行けばいいだけだ。ツインステアはちょっとすまんが、そこで使っててくれ。ローでいっか。見事に落ちてるね。おっしゃ、あとは運び上げりゃいいんだな。まあチェーンがあるから大丈夫だろう。よいしょ、はい、お届け、おっと、危ない危ない、この向こうだね、はい、オッケー、よいしょ、山間部での地滑り、これで奴らも作業を続けられるよ、ありがとう、君はいいやつだな。ありがとうございます。これで道直ったのかな。おー、直ったね。ここが通れるようになったとてではあるけど、ああ、ツインステア回収してやるか。じゃあ回収するね。はい、お疲れ。まあまあ、でも見せ場作ったんじゃない。次ルート開放っつったここか。これでもな、こんなとこ別に通らないしな。燃料、あー、ここからか、さっきと同じとこだね。で、ここに持っていくのね。燃料2ってことは、まあ2スロか、まあ、全然問題ないでしょう。じゃあこれやっちゃう？余裕だと思うよ、さっきのやつより余裕だよね、なんなら。ツインステアではないやな。はいはい、これね、ダウンロードコンテンツのやつ、タトラ、あれ、こんなん入れたっけ。DLC って書いてあったな。なんかちょっとあんま記憶ないけど入れたっぽいな。月のマットだね。
リフロック切り替え式、シュノーケル。おお、前向きツイン。ウサ耳、シュノーケルだね。サドルコ、ルーフラッグ、ルーフラッグつくんだこれ。すごいね。タトラ用、煽り付き2台。じゃあこいつにしてみる？ニスロでいいんだよねこいつもね。なんかすごいねこれ、タイヤがさ、なんつうの、逆ハの字みたいになることあるんだ。すごいね、こんな車あんだね。なんかめちゃくちゃ不安定な感じに見えるけど、よし、じゃあこれ、あ、ちょっと、おーおーおー、同じく取りに行ってみようかな。なんかエンジン音がすごいな。ヒュイーンって言ってるわ。すごいなこれ。この真ん中のこれ何？これエンジンなのかな？すげえな。でもこれ8輪あるんだね。そう考えるとピックアップまでが意外と遠いかもしれん。うわー、ダメだー、やばい、今落ちたと思った。いや、やっぱほら内側に向いてっからなんか安定性悪い感じするんだけど、何の利点があるんだろうね。ちょっとよくわかんないけど、車に詳しい人だとなんかね、あんのかもね。そい、おお、走破力はなかなかのもんだね。ここの家はひどいな。道出せ？迂回した方がいいのかな。迂回するって言ってもまあ長ねえかな。意外や意外、これダメなんだね。意外とダメだね。DLC って書いてあるとすげえ走るやつかと思っちゃうけど、まあそういうわけでもねえっつうのがなかなか面白いとこだよね。
やー、夜になっちまったぜ。燃料、オッケー。さて、ルートだな。まあでも道なりだね、ずっとね。はいはい、だから道のりとしてはそんなに大変じゃないはずなんだよな。あーでも燃費はすげえいいかもな、この車。さっきのツインステアがあんまり良くなかったからそう思うのかもしれないけど、ちょっとじゃあまあ分かりやすいとは思うけど、ルート書こうかな一応。まあルート書くまでもなかったね、普通に道を行くだけだ。おお、これは一体、ああ今やってるやつがこれなんだ。オッケー、ガレージまで戻ってきたな。おっと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 、意外に深いのかな雪が。そんなに険しいルートでもなかったと認識しているが、意外と安定して走ってるね。はいはい、ちょっと沼地みたいなとこだね。厳しいか。まあでも木もあるし、なんとかなるんじゃないの。ちょっとやっぱりこいつは走破力的なことで言うとそこまで強力でもないのか。だから DLC は意外とトリッキーなやつが多いようなイメージがあるね。めちゃくちゃ強力なやつというよりは割と尖った感じの車が多いような印象だわ。ああはいはい、はい、オッケー、なんとかゴールが見えてきたんじゃないか。よっしゃー、納品すっぞ。はい、マグニチュード5、君がいてくれて助かったよ。これで道を通れるようになったな。ありがとう。さて、はいはい、通れるようになってんね。まあ、なってるけどなんだよな。ここ結局さ、この辺が結構険しいから、こっち走った方が安全だよねってなっちゃうよね。さて、意外とまあ順調にいってるぜ。これでルート解放的なやつでいくと終わった感じかな。